What's up, everyone? Welcome and thanks for coming by. My name is Rainy and I'm your host. Hey guys, Rainy です。Rainy 先生の英会話では、留学前に必要な英会話、旅行前に必要な英会話を自身の経験をもとに皆さんにシェアしている番組です。それでは早速今日も始めていきましょう。Are you guys ready? I'm ready. Let's begin. Long time no see.お久しぶりです、つい先日まで舞台の本番がありまして、毎日お稽古と本番の日々だったのでレイニー先生の英会話お休みしていたのですが、ここからまたちょっと徐々にペースを取り戻していけたらと思います。待っていてくださった方ありがとうございます。お待たせしました、ここからはシーズン2という気分でやっていけたらと思います。7月にかけては留学生の皆さんは夏休みで帰国している方も多いと思うので、日本にいる外国人が困っている時に助けられる英会話みたいなのをやってみたいと思います。その第一弾として今回は道案内を一緒にやりましょう。ここまで160エピソードぐらいあって、160個あるとかぶってくるものもあるんですけれど、以前道案内は確かにやっているんですよ。だけれどより詳しく内容もまた変えてお届けしますので、大切なことは一度じゃもちろん覚えられないと思います。何度も何度も、練習してこそ自分のものになっていくと思うので、今回はぜひこれを自分のものにしてくださいね。じゃあ道案内に必要だと思うキーワードを考えてみたので、まずこれだけ覚えてしまいましょう。まずは Go straight、 Keep going straight、Keep going straight ではないですからね。 Keep going straight、 Okay? Turn right at the second cornerTurn left at the third corner. Turn right on this street. いくつ目の角をっていう場合は at がついて、道の名前、どこどこの道を曲がるだとしたら on がきます。Cross the street.この場合は street でいいです。そして、道を聞かれた場合には大体どのぐらいの時間がかかると教えてあげるのも親切だと思うので、その場合じゃあまず5分かかりますだったら It takes about 5 minutes 15分かかりますだったらどうなるでしょうか。It takes about 15 minutes along this street. You'll see 7-Eleven on your left side. You'll see 7-Eleven on your right side. あと必要かなと思う単語は、例えば traffic light、corner、crossroad、intersection、pedestrian crossing、sign、footbridge、こんな感じですかね。もちろんイレギュラーはありますが、だいたいこれだけを覚えていたら全く問題ないです。あともう一つ付け加えたいのが Keep going straight、 それを、あなたはただまっすぐ行ってくださいって言いたければ、 You just keep going straight と言います。これリピートして覚えてください。 Go。 さて、道を聞かれたところでそれが行き先がわからない場合だってあるじゃないですか。そういう時にはこうやって答えてあげると親切ではないでしょうか。 I'm sorry, I don't knowPlease ask someone else. Let me ask someone. 実際、この間新宿で、新宿線ってどこですかって聞かれたんですよ、外国人に。で、新宿線、私、場所がわからなくて、なので、Oh, I'm sorry, I don't know. Let me ask someone. って、まさにこれを使って、売店の方に聞いたら、あ、ここまっすぐ行ったところよって言われたので、You just keep going straight.
って言いました。そしてじゃあ最後に考えなくてはいけないのは、じゃあどういう質問をされたら道を聞かれているんだろうっていう時ですよね。Where ってまず疑問文の最初に聞かれたら、あ、これはきっとこの場所はどこなんだって聞いてるんだろうなと。例えば Where is the closest station? ここから一番近い駅はどこですかとか、もしくは How do I get to Tokyo Station? 何を言っているのかがわからなければもう Excuse me once again でもいいですし、 Slow down please でもいいですので、皆さんは道を聞かれたら答えられる十分なノウハウはもう今日ここにあるので、落ち着いて安心して答えてみてください。それでは早速トライしてみましょう。 Here we go. Where is the closest station? You just keep going straight and you'll see station on your right side. It takes about 5 minutes. Okay, next. How do I get to Tokyo Station?答えは、Walk along this street and turn right at the second corner. It takes about 10 minutes. じゃあ最後にこれを答えてください。Excuse me, could you tell me the way to the hospital? Sure, thank you. Bye. Okay, それではここからまあ毎週できるはずです。皆さんも待っててくださいますし、私だって教えてる身としてね、そうやって期間が空いては仕方がないので、またすぐアップしますね。それでは最後に、次の私の舞台の告知です。人狼ザライブプレイングシアター大阪で今度は公演があります。この期間に、この場所であるので、大阪の方でこの番組をご覧の皆さん見にいらしていただければすごく嬉しいです。それでは皆さんまたすぐにお会いしましょう。Once again, thank you very much for coming by. Thank you very much for watching. My name is Rainy and I will see you sometime soon. 今日もレイニー先生の英会話をご覧くださってありがとうございました。また皆さんとはすぐにお会いしましょう。So till then, bye!